松港から始まる今回の瀬戸内日和。番組を案内するのはナビゲーターを務めさせていただく坂口優です。四国に移住して8年、四国の情報をブログなどで発信する瀬戸内マニアの坂口優さんです。この赤灯台の道はランニングのコースとしてすごい人気で、皆さん朝とか夕方になると走っていって、で灯台で U ターンして帰ってくるようなコースになってます。ここは瀬戸内の面白いものづくりに出会える場所です。こんにちは。はい、できました。黄色いのこんにちは。おすすめは何かありますか？こちらのキッシュロレール、定番のやつです。でそれをぜひください。はい、じゃあご用意します。お待ちください。いただきます。美味しいです。今週の1枚はこちら。訪ねるのは高松港よりフェリーで20分、南北に細長い形をした女木島です。鬼ヶ島と呼ばれている女木島には洞窟があって、そこには鬼が住んでたっていう伝説があります。本線はただいま鬼ヶ島女木島に到着いたしました。のビーチアパートです。すごくいいロケーションですね。海沿いに建ったビーチアパート、デッキの風が気持ちよさそうですね。お邪魔します。どんなお客さんが多いんですか？一人旅の人も来るし、外国人も最近多くなってきて、こっちが一番広い部屋です、ね、あ、広いですね。ここ本当眺めがいいですね。ちょうどじゃあ朝日が向こうにから登ってくるのがここから見えるんですよね。朝最高ですね。あと、まあ、一泊しないと見れないようなその夕日だとか朝日とか、はいはい、確かに泊まらないと見れない景色ってありますよね。そうですね、やっぱり一泊しないとそのもうちょっと深い良さが分かんない、うん、坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。今回訪れるのは高松港よりフェリーで40分、周囲およそ5キロの小さな島、小木島です。どっちに行くか迷うような分かれ道が続いてますけど、そこに猫がいっぱいいるエリアがあると思います。久しぶりです。だいぶ改装中ですか？そうですね、今ちょっと屋根の工事をしてて、すごいもうなんか現場感あふれる感じになってるんですけど、そもそも一番最初の立ち上げの時って
なんでここに図書館を作ろうと思ったんですか？そうですね、一番最初はここの学校とかコミュニティを継続していくためには何ができるかなって思った時に、そうだ、図書館を作ろうと思って、人が集まりやすい場所みたいなのを作りたかったみたいなのがある、ね、無料で誰でも来れて、一人暮らしのおばあちゃんとかが人の気配は欲しいけど行く場所がないみたいな感じだったら、話さなくてもいいから入れる場所みたいなのがあるといいなと。あとやっぱ子どもたちが毎日来ようと思った時に来れるとか思った時に図書館がいいなって思ったんです。坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。港よりフェリーで40分、小木島を訪ねます。今回は島グルメが登場しますよ。じゃあ小木島のアートと坂道の街を歩いてみましょう。行きましょう。猫が。さりげなく島っぽい感じ。木とかですね。いろいろモチーフがありそう。よりです、行ってみましょう。今日のランチプレートがね、はい、サラダに扇島のひしおを使ったドレッシングがかかっています、はい、ブリの赤ワインソースです。美味しそうですね。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。美味しいです。ありがとうございます。濃厚ですね。そうですね、結構濃いめに作りました。これひしおはおばあちゃんたちが作られてるんですか？これはもう私が自分のところで作ってますね。そうですか。島はじゃあ食材いっぱいあるからいいですね。野菜もあるし魚も。そうですね、困りませんね。坂口優が選ぶ今週の一枚はこちら。